ニコラ・アペールニコラ・アペールは、フランスの食品加工業者。瓶詰めによる食品の保存に成功したことから、瓶詰め、缶詰といった容器への密閉保存による食品保存の祖とされる。1749年、マルヌ県のシャロンシュル・マルヌで生まれる。1789年から1794年まで、フランス革命運動に参加し、3ヶ月間投獄される。 1804年に細長い瓶や広口の瓶にあらかじめ調理した食品を詰めコルクで緩く栓をし湯煎鍋に入れて沸騰加熱し30から60分後瓶内の空気を除いてコルク栓で密封する保存食品の製造法を考案パリ近郊のマシーに保存食品製造所を開いて瓶詰めの製造を開始する この方法でナポレオン率いるフランス政府の新しい食品貯蔵法についての検証に当選し、1万2000フランの賞金を得る。1808年、フランス産業振興連盟にこの方法で作った3本の瓶詰めミルクを提出。6年後の1814年に開封されて試飲され、この方法の正しさが認められ、アペール法と名付けられた。1841年、 マシーニテ死去。去年91。2004年、日本缶詰協会は、ニコラ・アペールのアペール法発見から200年を記念して、当時のレシピをもとにして、ポトフ、コンソメ、ジュリエンヌ、イチゴピューレ、白いンゲン豆の水煮を復元発表した。ありがとうございます。